これはまずい。クライメはここに。帝国の全兵士を動員してルビーを捜索なさい。かしこまりました。お前が本当に主任家にふさわしい娘ならば責任を果たせ、ワイズ。すぐに証明してご覧に入れます。大丈夫？ちゃんと起きてる？うん、夢のワイスに会えた。でも私失敗しちゃったんですか？最初の偵察としては上出来です。見聞きしたものを詳しく教えてください。町にも壁があって、大きな像のあるところはまだ入り口が分かりません。町の中心へ近づくほどワイス君の心の深層へ入り込むわけか。町はナイトメアがワイス君の心を利用して作り上げた砦で、その心の中核にナイトメア本体がいるはず。夢の中のワイスさんはどのような状態なのですか？すごく怒ってて、私のことが嫌いみたいでした。起きてても一緒じゃん。いや、ナイトメアがあなたにそう思わせようとしているのですよ。彼女の心をナイトメアが利用しているだけとはいえ、本人そのものと思えばショックを受けるでしょうね。本来のワイス君と区別するべきだな。ネガワイスとでも呼ぶといい。ネガ？私ポジワイスってあんま見たことないんだけど。ちょっと、あとワイスとっても強かったです。私全然叶わなかった。それも夢の中ならでは。彼女の精神が許す限り、夢の中でワイス君、いえネガワイスの力は強大になる。私のオーラが回復するまでに誰が夢の中へ入るか決めてください。私が行きます。私も行きます。私も。大勢だとすぐに見つかっちゃうかも。私だけでいいよ。あんた一人に任せろっての？だってほら、私リーダーだし。何言ってんの。ルビーだけの責任じゃないし、一人で叶わなかったんだからチームで戦うのが当然でしょ。私たちを夢の中のワイスに合わせたくないのね。そのなるほど。そんだけ嫌な感じなのね、夢の中のワイス。ネガワイスよ。ワイスが眠ってからずっと私も考えてた。そしてワイスと同じように気にしないと決めたの。だから大丈夫。ワイスの本心は後で聞けばいいでしょう。みんなで行くよ、リーダー。うん、わかった。すいません。なんです、あなたたち。授業が始まりますよ。ルビーたちがどうしているか知りたくて来たんです。ワイスまだ起きないの？うん、これからまた夢に入る。一度では目覚めなかったと。私らが何とかするよ。チームジュニパーに負けてられないし。あなたたちならきっとできる。そんな大変だったっけ？ジョーンはそれほど深刻ではなかったようですし。ああ、俺が彼女に代わって取り憑かれてあげたいよ。さあさあ、あなた方は授業よ。また様子を見に来る。チームルビーを信じているよ。はい、頑張ります。私のオーラが回復しました。心を静め。
身を委ねて。今から皆さんを夢へと誘います。片方だけ出てる。これがワイスにとっての私。あら、かわいいじゃん。ブレイク、それ似合う。あの、ありがとう。そのバイクは？気づいたら乗ってたの。ワイス、私のこと分かってるね。私の武器なんてこんなだよ。ね、撃つとこ逆でしょ。これはこれでいい感じだけど、間違えて後ろにいる人撃っちゃいそうなんだよね。みんなは？あんま変わんない。私も。ちょっと違うかしら。お姉ちゃんたちだけ強くなってるの？ずるい！というより大げさな感じね。文句はワイスに言わなきゃ。もう、なんで私のクレセントローズ間違えるかな。待った、いきなり使わないの。コインの数を確認しましょう。12枚。最後の1枚をなくすと夢から出られなくなる、だったよね。1枚ずつ大事に使わないと。うん、じゃあ行こう。何？一度にいろいろ言うから何言ってるかわかんない。ワイスっぽい。私同じこと思ったかも。例の列車ね。あれってグリムじゃなくてホワイトファングのワイスなりのイメージでしょうね。あれ、助けなくていいわけ？先生は助けるなって。マカはあっちの方。地図を取ったのに消えてる。シオン先生の力以外は残らないってことかしら。もしもし。スクロールは使えるみたいね。じゃあ開くよ。